ニコ生の未来ですね、はい、ニコ生の未来、メディアの未来、メディアの未来、はい、じゃあニコ生はもう始められてどれぐらいですか？1ヶ月2ヶ月ぐらい、そんなもんだよね、はいはい、あ、じゃあ3ヶ月、全然やってくれない、もう定期的な50代ですね3ヶ月ぐらいか1ヶ月ぐらいか、どうですか、テレビとかに比べて、テレビお出にならないじゃないですか。出ない出ない、はい、MX 最近頼まれて出てるけどね、はい、うん、でもあれはテレビとは見て思ってないからね。これどうです、うん、このメディア、ニコ生っていうメディア、あ、いいんじゃない、すごいいいんじゃない、はいはい、双方向性いいよね、これなんか書かれてるじゃん、はい、あれいいんじゃない、すごく、うん、だって特にさ、質問したいこととか書いてくれたらさ、よくわかるし、はい、うん、嬉しいよ、それも双方性はすごくいいよね、うん、テレビだってできんだろうけど、今の自動デジタルの時代は、うん、やったって無視するでしょ、うん、テレビの出演者たちは、プロデューサー、ニコ生これから伸びます、もっと、あ、伸びるでしょ、それニコ生という企業が伸びるかどうかは、まあ、経営者の仕事だから、はい、分からんけ ど、こういうような双方向性の、うん、はい、間違いなく伸びると思うよ、うん、じゃあテレビ いわゆる既存のテレビ局の方はちょっと危なくなります、まあそれは電通次第だね、お、電通次第、はい、要するに彼らがテレビからニコ生に乗り換える可能性があるわけだ、うん、もう乗り換えてるのかもしれないけど、はいはいはい、そうするとテレビの収益悪化されるでしょ、テレビは、はい、昔ではテレ朝だよね、はい、ほとんどのテレビ局は電通が経営を無理やり支えてて、あの支えがなきゃ、はい、とっくに倒産してるテレビ局結構あるわけだ、うん、意外と知られてないけど、うん、普通にあの経営の内幕してる人は、はい、電通のおかげ、当たり前じゃんね、だってそうそう、視聴率、はい、フジテレビの人気番組とテレ東の人気じゃない番組、どんな頑張ったって、はい、同じ CM の画家になるわけないじゃん、うん、もちろん CM 価格違うぜ、うん、でもその差がどんだけ違うか、そんな大した違いじゃないぜ、はいはいはい、でそれは無理に伝えてるでしょ、なんだろう、視聴率 30% を取るような、うん、そのフジテレビの黄金期 の、うん、そのドラマとテレ東の再放送のムーミーばっかりやってるところでは、本当言えばCM 料金って100倍以上の差があっていいはずなのに、1000倍やってもいいからよ実は5倍ぐらいしかないわけですよね、だからそれはもちろんそうでしょ、一時、はい、のまさにつぶやかった時のテレ朝が完全に支えてあげた、はい、うん、電通は知らない人いるかもしれないけど、はい、TBS もそうだったわな、はい、でしょ、まあ、そこはもう子会社みたいなもんだからしょうがないかもしれないけど、うん、そういった経営てこ入れで無理やり生かしていったのがテレビ局なんだよ、うん、そうした方が電通としてはまあ明らかに、うん、まあ、多分彼らにしてみれば大使みたいなものもあるでしょうから、うん、日本のためメディアのためであるし、うん、ビジネスとしても有利だと思ったわけですよね、うん、でそれがニコ生を含むそのネットテレビ型に移る可能性がある、移るで今のところはネットにオンチなわけね、電通はね、フェイスブックの提携の仕方見てもさ、あ、はいはいはい、オンチでしょ、はい、だから本当にトップレベルがすごいのは来るらしいから、とりあえず抑えちまえみたいな感じ で、うん、はいはい、でどうもツイッターも提携するらしい、抑えちまえみたいな感じで、はい、トップレベルで抑えちまえみたいな判断でやったんだと思うんだけど、うん、だけど実際はものすごい下手くそな提携をしてるわけだ、うんうん、でしょ、だからそのおそらくニコ生にももちろん電通入ってくるのかもしれない、入ってるのかもしれない、しない、はい、だけどとは言ってもおそらく下手くそだと思うんだよね、はい、でもこれからこのインパクトが分かってくると本気で彼ら自身がこっちに移行してくる可能性があるんだよね、うんうんうん、その時本当に彼らがテレビを逆に支えていけるかっていうと自己矛盾になるじゃん、うんうんうん、一方ではそのこっちがある程度一応念のためにこっちに打っとくっていうポートフォリオのつもりで打ったかもしれないけど、はい、でもそれは逆に言うとテレビの側の CM バリューを下げていく方にわざわざ投資をしてるわけでしょ、うん、そうでしょ、だから普通にネットの世界の厳しい競争の原理にさらせたらどんどん潰れて、そのネットのバナー広告なんてそんなに価値が取れなかったはずなのに、うん、わざわざそこを電通が介入することによって何社かを独占的に強くすることによって市場として育てたわけだ、いいけどそれって逆に言うと長い目で言うとテレビの方の支援バリューを思いっきり下げる道を歩んでるわけでしょ、はい、でしょ、で同じことがニコ動的カルチャーに対してこれからやっていくとインパクトははるかに大きいから、でそれをもしやった場合、まあ、テレビがどうなるのか置いといて、うん、ニコ動が今僕らが簡単にほら番組やれてるじゃないですか、うん、このニコ動的なものでなくなる可能性もありますよね、いやあると思う、俺は、はい、ここであれ言っちゃいけ、これ言っちゃいけないって言われてない、はい、でも将来言われる可能性があるけど、放送コードありますって、はい、いわゆる電通が入ってくることによってそういうふうな規制みたいなものができる、だって放送コードってかっこいいこと言うけどあれは CM スポンサーが逃げるからやめてくれって言うんだぜ、はい、なるほど、はい、正直に言っちゃえば正直に、はいはいはい、そうだぜ、はい、MX テレビは俺さ最初出てくれって言った時いいの、俺それと俺さ最初出た初回に
日本にヒットラーみたいな人たちいますかって言ったら、いや電通と東京電力ってガンって言ったのね、はいはいはい、そして俺怒られるかと思ったら全然構いませんって、はいはい、分かった俺じゃあよっぽど MX テレビには広告入ってないわけですよね逆に広告収益に頼ってない頼れないテレビ局なんです。だからそれを言えば聞けば分かるように放送コードとか言ってるけど、これは、はい、あの CM をやるための NG 集の話なんだよ、うん、いい、はいはいはい、高い CM をもらうための簡単に言うと、うんうん、でしょ、ってことは逆に言えばここに、だって今だって YouTube 見てるとたまに最初なんかさあのジョンソン&ジョンソン見続けさせてたよ最近、はい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 、なんでジョンソン&ジョンソンかじゃんけど、はい、なんかジョンソン&ジョンソン出てたよ、はい、でしょ、あれも完全に CM が YouTube のドア玉何秒強制的に出るじゃん、うん、でしょ、あれにこれが来るぜニコ動画、はい、そうすると今の生主の人たちが自由に喋ってるようなものっていうのは、うん、もっとアンダーグラウンドのものになってしまって、そうそうそう、だからメジャーになればなるほど、はい、つまり CM がつけばつけばと、うんうん、それで電通だけじゃないよ、それそのクラスの投資が入ってくれば来るほど、うん、その放送コードが生まれNG 集が生まれ、うん、ましてやちょっと待ってください、ニコ動で東京電力絶対言わないでください時代が来るなるましてや電通ちょっと待ってくださいみたいな、はいはいはい、それでアメリカの地上デジタルみたいに遅延7秒になってそこでカットされるんだよ、はい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 、アメリカの地上デジタルの遅延が7秒は、はい、ジャネット・ジャクソンおっぱいプロ事件の時から伸びたんだよね、はいはいはい、もともと地上デジタルは3秒ぐらい遅れちゃう、3秒でしたね、はい、それをわざわざ7秒にしてるの、はい、カットできるためっていうのが、はい、あの本音らしいよ。だからあの今向こうのテレビ局は絶対に時計映さないですよね。7秒前って分かっちゃうから。当たり前はね、日本もそうなるかもしれないよ。ニコ動は7秒遅延ですね。でその中で万が一東京電力って自動的に音声認識エンジンが削除しますから。削除しますから。じゃあ、これから多分そのこれ今見てる人はニコ動が、地上波を追い抜いてテレビになり変わるような未来の方が明るくて自分たちの世界が来るというふうについつい思っちゃうんですけど、そうとも限らない、ね、そのまま来れば明らかにそうだけど、うんうん、今のモデルは明らかに優れてるし望ましいしね、うんうん、でも大資本が金になると思った瞬間にありとあらゆる制約が入ってくるし、うん、場合によっては法律まで作れば、今だって放送法電波法があるでしょ、はい、だからそれニコ動法っていうのはなんか分かんないけど、はい、通称化された名前だと思うけどネット放送法とかねそういうのができるぜ、はいはいはい、そういうふうになってちゃった方、まあ、例えば今出てる自動ポルノ訪問みたいなもので、まあ、そうだよね、そうですよね、うんうんうん、つまり自動ポルノっぽい映像が明らかにダメになったり、うんうん、ロリっぽい女の子が生主としてちょっと舌足らずな喋り方するのすらも、うんうん、もうダメっていう時代が来るかも分かんない、うんうん、つまりそこで何だろう出されるコンテンツとかそういうのものが国際的な標準、うんうん、水準で見てグローバルスタンダード的に見てどうかということをいきなり言われちゃうわけですよね、うん、あのさグローバルスタンダードはこれなんていうのかな、リスペクトしなきゃいけない部分があるってことが分かれば違うと思うんだよね、うん、あのグローバルスタンダードって言ってるのはもう極端な話は世界統一政府、世界の法律は一つ、世界の通貨は一つ、はい、だからオリンピックやりましょうみたいなさ、はい、そういう論理に聞こえるんだよね、はいはい、それは論外だけど、うん、でも各国の文化を尊重っていう意味で、はい、それをやめましょうよ、あっていいんだよ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。